今日もライティングの練習です。これが問題です。これに対して2つ理由を言いながら自分の意見を85 words から100 words の間で書くという感じなんですけど。じゃあこれ読んでいきますね。一緒に行きましょう。Nowadays, when you shop, you earn points. これ、ポイントがつきますっていうね。And you can use those points to make other purchases. Purchases っていうのは、これは購入、購買、商品を買うことね。他の商品を買うことがポイントでできますっていうわけね。Do you think points like this will become more common in the future? こんなポイント、こういうポイントつけますけど、将来もっとこういうのが増えると思いますか、一般的になりますかっていう質問ですよね。これに対してじゃあ答えを書いていきましょう。色変えようかな。何色もいいかな。あ、紫ね。この色にしましょう。そうですね。まあ、一応、イエスの答えの方が書きやすいので、これですね。これを使って、I think でいきましょうか。昨日と同じかな。I think で。I think。I believe でもいいんですけど、I think。この this kind of って言っちゃうと、なんだかわからなくなっちゃうので、this will become more. points にしましょう。I think points will. あと同じかな。will become more common in the future. ね。でそのまま、ここに書きます。あ、こういうふうになっちゃったけど、まあいいや。ここのとこコピーしたってわかるもんね、そしたらね。そして、ここに I have two reasons だよね。There are two reasons for this とか違う言い方でももちろんいいです。I have two reasons. そして first 最初のリーズンは何がいいかな。ポイントをそうですね。これって、お金が、まあ、還元されるようなもんですから、割引みたいなもんですよね。そう、だから、it is convenient にしましょうか。first, it is convenient. これ、convenient スペル覚えておいてね、これよく使いますから、最初にこれ言っちゃうともう大体大丈夫です。it is convenient. で、for example, ね。For instance でもいいよ。Instance. For instance. これでも同じ意味ですから。例えば、For instance. そうですね。お金を節約できます。You can. これ You を使うのができない。You can save money. で、これ also.こういうふうに、短い文章の場合に、これ、also をつけると、なんか長くなっちゃうような気がするので、いい感じになります。お金を節約できる。それから、ポイントがつくっていうのは自動的につくんだよね。だから、そうですね。これ自動的にってオートマティカリって言うんだけど、スペルがね、間違える可能性あるよね。なんかいい方法ないかな。あとでちょっと考えるからね。書きながら考える。これちょっと飛ばしていきましょう。でもここ一つ入れないと、80音には満たなくなっちゃうもんね。セカンド行きましょうか。セカンド。セカンド何しましょう。セカンド第2に、ポイントが、あ、面白い。It is fun. It is fun にしましょう。It is fun. なんかゲームみたいで面白いよね。得した感じだもんね。It is fun. そう。For example,
あんまり良くないんだけど、まあ、いや、example, it is like a game. so I can enjoy shopping if I can get そうですね。more points when I buy my favorite things ね。大好きなものを買うとき。ポイントがもっとつくと、ショッピングを楽しめる。ね。あんまりこれ内容的には濃くないんですけど、もうこんな感じで大丈夫なんじゃないですかね。はい。そうするとこれ大体ほとんど中学1年生の単語だもんね。これで何語くらいになったのかちょっと見てみましょうか。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
ちょっと考えて、最後に for these two reasons ね。for these。これ今51って言ったっけ ?51。for these two reasons。ずっと。I、どうなんだっけ、これはどこだっけ ?I think ね。ね、これ。よし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 。ここにくっつけましょう。そうすると、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。13足すと、64。ということは、あと、16号。そうだね。ここは、まず何でしたっけ、これ。あ、便利だってことですよね。For instance, you can save money.お金を節約できる。あ、このお金を節約できるをもう少し行きましょうか。also じゃなくて。あ、これ。ここにもう書いてあるじゃないですか。ここに。ほら。You can use those points to make other purchases. これ使っちゃうときっとこれ減点にはならないけど、あんまり点数高くならないよね。でも、もう、しょうがない。あんまり考えつかなかったらもうこれ。ね。使っちゃいましょう。はい。で、これコピーして。これで、大きなヒントをこうやったね。で、これで、You can use those points to make other purchases. ちょっと待って。First, it is, あ、これ文字なんだけどね。さっき大文字したかな。あ、こう大文字した。ダメだ。It is convenient. For instance, you can save money.You can use, those っていうのがあるから、そのまま写しやったらちょっと良くないんで。You can use the points. あ、ここをちょっと変えよう。You can points. You earn っていうのがあるから。You can points. You earn. これ稼ぐって意味なんだけどね。You earn と過去形にしちゃえ。to make, other じゃなくて、more にしようか。あ、ちょっと待って。to make future purchases。未来のね、購入をするために。こういうふうに変えると、あ、これでもここはもう完全ポイントもらえますね。OK です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。そうするとさっきのと足すと、75。ちょっと足りないけど大丈夫でしょう。そのくらいだったら大丈夫です。はい。75。まあまあいいんじゃないでしょうか。これ、このままじゃあ、ちょっとね、昨日と同じに、
これ、全部ドキュメントを翻訳してみましょう。日本語に。日本語に翻訳して、どっか間違ってるところがないか、確かめてみましょうか。あ、これ違った。これですね。じゃあ、まず日本語読んでいきましょう。最近では買い物をすると、ちょっと待ってね。お付けします。ポイントが貯まって、そのポイントを他の買い物に利用することができます。このような点は、このようなポイントだね、これね。ポイント。ポイント。あ、ピントじゃない。このようなポイントは今後さらに一般的になると思いますか？はい。どうでしょう。あ、これは間違ってない。でも私がちょっと前に考えたんですけど、これは間違ってなかったみたいですね。で、その次ね。こう読みます、一緒に。ポイントがつくと思います。将来にはより一般的になります。あ、これなんかちょっとおかしいね。じゃあおかしいのかな？ I think points will become more common in the future. なんか訳がおかしい。将来にはより一般的になります。これなんでこんな訳になってるんだろうね。I think... でもこれはおかしくないと思います。大丈夫だと思います。ちょっとここがポイントの言い方が、これポイントが何だか分からなかったんですね。このコンピューターがね。AI がね。まし、大丈夫だと思います。これちょっと訳がおかしいけど。ポイントは、ポイントがつくことは、将来的により一般的に、将来的にはより一般的になると思います。いいでしょう。これもしかしたらここ色を変えたので、なんか違うものだと思って認識しちゃったのかもしれません。もしそうだとしたら、すごい優秀ですね。色まで見てたんだね、ちゃんと。将来的にはより一般的になってます。はい。一緒にね、理由は二つあります。まず、便利です。例えば、お金を節約できます。そして、獲得したポイントは、今後の購入に使用できます。OK ね。第二に、楽しいです。例えるなら、ゲームのようなものです。おお、いいね。これ、いい役だね。好きなものを買うときに、ポイントがたくさん貯まると、買い物が楽しくなります。あ、51。これじゃなかったっけ。これら二つの理由から、ポイントは将来的により一般的になるでしょう。完璧です。OK ですね。じゃあ英語も読んでいきましょう。はい、ここから一緒にもう一回読みましょうか。Nowadays, when you shop, you earn points and you can use those points to make other purchases. Do you think points like this will become more common in the future? I think points will become more common in the future. I have two reasons. First, it is convenient. For instance, you can save money.You can use the points you earned to make future purchases. Second, it is fun. For example, it is like a game. I can enjoy shopping if I can get more points when I buy my favorite things. For these two reasons, I think points will become more common in the future.